女子クラスはどこだろう。どこだここ。教室ばかりでわかんない。ここは何の部屋だろう。写真部？違う。ここは漫画図書部。新聞部。どこだ？私のクラスどこだろう。あ、明かりがついてるから多分ここかな。遅くなりました。ん？ひらてちゃん？あれ？あれ？何してんの？ここ生放送教室。ここちょっと今日と。ひらてちゃん。すいません、間違えました。あれ、今のってここちょっと今日とだよ。やばい、初日からこれはマジでやばい。あー、ちゃんと挨拶できてないしな。どうしよう。どこだろうな。あ、多分ここだ。やっと着いた。はぁ、スクールオブロックの生徒の皆さん、はじめまして。欅坂46から来ました、平手ゆりなです。スクールオブロック。Girls Locks。ガールズロックス。皆さん、改めましてこんばんは。今月からこの女子クラスガールズロックスの3週目に登校することになりました、平手ゆりなです。この春から高校1年生になりました。イエーイ、ありがとうございます。スクールオブロックは同年代の子たちが多いので通うのがすごく楽しみです。授業を通してみんなと一緒に成長していきたいなと思っています。すごく緊張していて最初から噛みっぱなしなんですけど。同級生の皆さん、先輩、そして後輩の皆さん、これからよろしくお願いします。なんだ、なんだこれ。手紙が来ましたということで読んでみたいと思います。新入生、平手ゆりな様、未来の鍵を握る学校スクールオブロックへようこそ。そうです、私です。誰だろう。まさか私が引き続き坂道クラスを担当できるだなんて光栄です。本校ではあなたがどんな人物なのか、これを聞いている全国のリスナーへそれを届けるそれを伝えるため小テストを実施いたします。難しいテストではないので深く考えずあなたが思うままに答えてください。ちなみに無回答や不正解の場合、居残りしてもらうこともあります。そうなるとバスに乗り遅れ、山手線で帰れなくなり、渋谷からはパルコが消えてしまうかもしれないので気をつけてくださいってことで、よろしくといただいたんですけど。誰だろうこの人。あとパルコはもう渋谷から消えてるはずです。小テストか、緊張するな。でもやってみようかな。まず問1、今あなたの目の前にある黒板にあなたが所属しているグループの名前とあなた自身の名前を漢字で書きなさいということで、この黒板かな。わー、黒板、久しぶりだ。グループ名ということで、これは簡単ですね。大きく書いちゃえばいいですか。欅難しい感じだ。これ私もまだ書き順分かってないです。どれが正確なのか。欅坂46。はい、あとはあなた自身の名前。私は平和の平に、手に平和、友達の友と、なしと、奈良のな、平手ゆりなです。はい、次、問いに、スクールオブロックであなたがこれからしたいことを具体的に答えなさい。これからしたいことは、電話
とか今までやったことないのでしてみたいのと、あとはやっぱりリアルな女子高生の方々のなんだろう意見とか、あとはこういうことが流行ってますっていうのをいろいろお話を聞いていきたいなと思っています。問いさん、あなたが今所属しているグループの中で初めてセンターを務めた曲のタイトルを答えなさい。これは間違えれないですよね。これは、サイレントマジョリティ、サイレントマジョリティ、私これ最初サイレントマジョリティって来た時どういう意味なんだろうって分かんなかったです。メンバーみんなと調べてちゃんと理解しました。ということで、最後の問題、問い4、問い3で答えた曲について自由に述べなさい。はい、サイレントマジョリティはまだご存知じゃないという方はぜひミュージックビデオなどを見ていただきたいんですけど、すごく強い歌詞でダンスも特徴的で、でも複雑ではないので一つ一つの動きは、なのでぜひダンスとかが得意な方は覚えて学校とかで踊ってみてください。この曲は私の所属しているグループ欅坂46のデビューシングルサイレントマジョリティです。欅坂46は握手会などをやっているんですけど、そこで私のファンの方とかは結構同い年の方が多くて、この間文化祭でサイレントマジョリティ踊りましたっていう方が多いのですごく嬉しいです。なのでぜひダンスには注目していただきたいです。はい、曲がかかっている間にテストが返ってきましたということで、95点、私思ってたよりいいか、いいというか20くらいかなって思ってました。95? すごい。でも三角があって、問1、今あなたの目の前にあるここにあなたが所属しているグループの名前とあなた自身の名前を漢字で書きなさい。46が漢字じゃない。46が漢字じゃない。これ46が漢字じゃない。46、そっか、漢字で書けるんだ46って。わー、忘れてた、ごめんなさい。これでマイナス5点も引かれてる。次から気をつけます。ちゃんと問題を読みます。はい、今日は登校初日からいきなりテストを受けましたが、やっぱりすごい初めてなんで緊張しますね。黒板に書くだけでもすごく緊張しました。でもこれから皆さんと仲良くなれればなと思っています。改めて生徒の皆さん、これからよろしくお願いします。平手ゆりなのガールズロックスでは生徒の皆さんからのメッセージ、疑問、質問、リクエストなどなど何でも自由に受付しています。メール、掲示板、番組ウェブサイトへは全てこのアドレスから www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK、 鍵のロックです。というわけで、私とはまた明日この教室で会いましょう。欅坂46の平手友梨奈でした。校長、教頭、今日から新しく来ました新入生の平手友梨奈です。これから毎月よろしくお願いします。